つまみ、珍しいでしょ？面白すぎる。素晴らしいコメント。ヒロトの投球について、嫌な立ち上がりだったが、その後はさすがに投球を見せてくれた。球数はあったが、最低7回と考えていたのでね。5点差、珍しくあったので、珍しいでしょ？とにかく勝てたのが大きい。石川に長打が出た。よくあそこまで伸びてくれた。明日も期待したい。細川にホームランが出た。本当にホームランは流れを変えるね。いい場面でのホームラン。そして次にタイムリーを打ってくれた。これが勝ちにつながった。立浪が動かなければ、素晴らしい試合になる。マジで今日は感動的な試合やったわ。チュニチュニ要素がない。完璧な試合展開です。この調子で、続く横浜戦も圧勝してくれ。中日は素晴らしいね。3連敗の後にこんな試合をするから、みんな抜け出せなくなる。十分すぎる素晴らしい試合やったな。今回は采配に関しても何も文句はありませんよ。中日打線も立浪もやればできるやん。細川はホームラン、石川は長打、素晴らしいね。本当にいい試合だったよ。立浪さんも自分のリクエストが成功してよかったね。いい試合。監督が動かないのが一番いい。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。